はい、フェンシースタジオです。今、その兵庫県の神崎区にあるライブイベントに生徒さんたちと出演するために向かっております。昨日ですね、10月17日土曜日1時から、韓国のスーパー K-POP アイドル、セブンティーンっていうグループが所属してる、プレディスさんのオンラインリモートオーディションがうちのスタジオでありました。これからオーディション、韓国系のオーディションを受けてみようかなっていう方、これから参考になれたらいいなと思ってちょっと撮影しております。はい、でまずそのオーディションをするようになったきっかけなんですけど、私のスタジオの生徒さんを歌ってる踊ってる動画を撮って、提携してる事務所に送ったことがあります。だいたい1ヶ月前だったのかな。でバーッと10箇所ぐらい送ったんですけど、その中でプレディさんもありまして、まあその動画がきっかけになって、それ先生のスタジオでちょっとオンラインリモート、Zoom とかあるんじゃないですか、そういうのでちょっとこうオーディションを開きたいんですけど可能でしょうかっていうのをこうメールいただいてすることが、きっかけになって、参加者はね、まあちょっと少なかったんですけど、その問い合わせが来たのが15人 で途中4人キャンセルが出て、結局受けたのは11人で、昨日1時からだいたい2時10分までだったのかな、11人を審査させていただきました。流れとしては入ってきてもらってカメラ前に立って自己紹介で、その後歌う方はアカペラで1分ぐらいワンコロス歌って、その後はスタッフの方に音源を渡して1分ぐらい踊るっていう流れで、知りたいのは担当者はどんな感じの方だったのか、何か聞かれたのかっていうのを多分知りたいと思うんですけど、そうですね、まず担当者の方は20代ぐらいの女性の方で綺麗な方でした。ここ大事で、そんな方で、まあ、新人開発部署の方でした。まあ、質問されたのは、まあ、歌とかダンス一通り見て皆さんに共通的に質問した質問が一つありまして、まあ、歌を習ってどれぐらい経ちますか、ダンスはどれぐらいやりましたか、これはみんなに聞きました。人によってはそうですね、ちょっと記憶に残ってるのが歯並びってあるんじゃないですか、歯並びをこれからちょっと直していく予定はありますかとか、ちょっと髪の毛がこうなってて顔が見えづらかったのでちょっとこう髪の毛を後ろにしてもうちょっとマイクの前に立って、あ、マイクじゃなくて、カメラの前に立ってもらえますかとか。先生が印象に残った、はい、参加者の方はいらっしゃいますか。あ、はい、1部2部6人5人で分けたんですけど、1部の時に2人いまして、まずは12歳ぐらいの子だったと思うんですけど、歌う時に、まあ、大体 K-POP か J-POP かそういうのを歌ってくるんじゃないですか。その方はミュージック英語でミュージカルっぽく歌ってましたって。すごいですね。そうそう、セリフとかもちょっと英語で入れて、ちょっとやっぱり変わってたんでちょっと印象に残りました。で、音楽を1年ぐらい習ってるみたいで、まあ、基本的にこうちっちゃいながらも音を出すっていうのは分かってましたね。あとは次は15歳の子なんですけど、まず歌う時に少女時代の「たしまんなんせいげ」っていうのを歌ったんですけど、最初のこの入り方がすごい上手だったので、僕もその担当者もスタッフのお母様もおーってなりましたダンスも結構 K-POP カバーダンスとか踊るかなと思ったら、ジャズヒップホップみたいなこう床を使いながら上手に踊ってはったので。その方も印象に残りました。プレディスのその担当者の方の反応はどうでしたか。10歳と12歳の方が受けてる場面があったんですけど、マスクでね、はっきりは見えないんじゃないですか、口元が。でも器用器用器用、かわいいかわいいかわいいって言ってましたね。へー。その参加者でこうした方がいいなって思ったことありますか。まあ、やっぱ全体的に正直、これは皆さん参考にしてください。カバーダンスじゃないですか、うん、もう見た瞬間もみんなそのアーティストが分かってるわけなんですよ、はい、で例えば今回は人数少なかったんであれなんですけど、例えば50人100人とかなると
ブラックピンクだけで20回されたりとか、うん、イッチだけで30回見たりとか、やっぱ審査員も人間なんでやっぱ疲れちゃうんですよね、うん、同じく見えてきちゃうんですよ。やっぱりオーディションはステージとちょっと似てるところがあって、個性をまたいかに出すかっていうのも大事かな。あ、歌はやっぱりあんまり習ってない方が多かったので、ちょっとやっぱりこう不安な方が多かったですね。緊張してるんじゃないですか、やっぱり、はい、その担当者がその場でいたらまだその方見ながら表情を伺いながらできるんですけど、リモートなんていないんですよね。だから結構やりづらかったとも思うし、はい、そのやっぱり緊張してしまってこう舞い上がってしまったり、あ、だから僕の知ってる曲だったら音程がこれなのに編曲を本気で目指すのであればですね、はい、生活のように取り入れてやることと、やっぱりその中でも他の人といかに違ったものを見せれるかっていうのも研究した方がいいと思います、はいはい。まあ、例えばその僕の知り合いの後輩はヒップホップの事務所を受けに行きました。もちろんヒップホップダンスもやりました、ラップもやりました。でもその子はあのギター弾けるんでギターも弾いたんですよ。それで選ばれたんですよ。だからやっぱベースをちゃんとした上で個性をするってことです、うん、これ結構誤解されるんですけど、あ、そしたら個性だけあればいいんですかって、そういうことではないです、うん、ベースをちゃんと知ってからその上個性、うん、今後どうなりますかっていう方多いと思うんですけど、まあ、どの事務所も一緒です。あの部署内でミーティングをして、あの録画して送ってるので、その映像を、それで、あ、この方を個人的にコンタクトを取っていきたいですって方は僕に連絡が来ます。連絡が来て僕がその生徒さんの保護者なり生徒さんなり と、その事務所をしばらくはつないで仲介して行っていくっていうことになります。神戸の大学で保育の勉強をしながら、歌手を目指してます、18歳です。昨日オーディションを受けたんですけど、プレディスのオーディションを受けたんですけど、やっぱり練習してた時よりやっぱり本番はすごい緊張して、歌う時はやっぱり声も震えますし、なんかパーセントで出せなかったんで、やっぱりなんか後悔はいっぱい残りました。直前までっていうか、すごい自分が納得いくまで練習することだと思います、うん、様、はい、なんか どうでした全体的に。そうですね、私ああいうのは本当に初めての経験 で、そうですね、すごいやっぱりみんな緊張してるなっていう、まあ私も緊張しましたね。お母様がそう、なんかすごいあのね、なんか、うん、わかる、すごい、うん、みんな緊張してるのが伝わってくる。あ、でもまあすごくいい経験させてもらったと思ってます。はい、ありがとうございます。本当に控室っていうかね、あの入るとみんながお通夜のようにシーでも固まってしー、そうだったんですか。そうで、次の人、次の人って呼ぶでしょ、はい、あの名前言ったら、はいはい、はいはいって受けられた。エリちゃんもお疲れ様でした。はい、お疲れ様でした、はい、またあのフェンシースタジオはですね、あのこれからその韓国の方とどんどん提携して、あの皆さんがそうやってこう発表できるイベントとか、そういうプロの道で行けるような、オーディションをいっぱい作って、行く予定ですので、ぜひフェンシースタジオよろしくお願いします。ありがとうございました。お疲れ様でした。